今日はバラの挿し木をします。ここに2株のバラがあります。はい、こちらとこちらです。私の住んでいるところは北陸なので、例年、今の時期1月はですね、30センチから50センチほどの雪が積もります。そのためですね、このように、冬が恋をしましたけれど、今年になってですね、全く雪が降らず、今のところですね、ほとんど役に立てないんですけれど、これからですね、また雪が降ってきた時はですね、効果を発揮してくれると思います。こちらは一昨年の6月頃に挿し木をしたものです。切り花をもらって3本の挿し穂を作って挿し木をしました。2本はですね、枯れてしまったんですけれど、1本はですねしっかり根がついて、昨年の春にですね、ここに地植えをしました。その後ですね、順調に白い花が咲いてくれました。こちらの方はですね、昨年の春にですね苗をもらって地植えしたものです。こちらはですね赤い花が咲きます。もらった時はですね、4、50センチほどの草丈でしたけれど、やはり根がしっかりしていてですね、成長が早くですね、このようにですね、大きく育ってきました。ちょっと塀の裏側の方までですね伸びてきています。バラの挿し木は初夏に行う緑子挿しと休眠期の冬に行う休眠挿しがあります。緑子挿しは生育期の6月から7月に行い、鉢上げまでの期間が短くてですね、1ヶ月ほどで発根しますけれど、葉からのですね蒸散が多くて、それが原因で根が出る前にですね枯れてしまいがちです。寒い時期に行う、そうですね、12月から1月頃ですね、休眠挿しについてはですね、ほとんど葉が落ちていますので、蒸散が抑えられて、成功しやすいそうです。また冬の枝はですね、葉を落としてたっぷり養分を蓄えているので、これも成功につながりやすいそうです。ただ寒い時期なので活着するにはですね、緑子挿しよりも期間が長くかかります。それでは今日はですね、こちらの枝の長く伸びた株の方からですね挿し穂を取りたいと思います。バラの枝を扱うときに、気をつけなければならないのはトゲですよね。はい、トゲが刺さると大変痛いです。私はですね、いつもこの革の手袋を使って、このバラを取り扱っています。他にもですね、柚子も育てていますけれど、柚子もやはりトゲが多いです。その時はですね、この革手袋をはめて枝を切ったりしています。そうですね、このように 2mm ほどの厚みがありますので、ちょっと触ってもですねトゲは貫通しません。これを使ってですね作業されることをお勧めします。それでは挿し穂用の枝を取りたいと思います。1m ほどあるかと思います。これからですね挿し穂を取っていきたいと思います。
それでは準備するものですけれど、まず先ほど取ってきた挿し穂用の枝ですね、はい、そしてこれは挿し穂用の用土、鹿沼土の細粒になります。他にもですね、赤玉土や挿し木専用のですね用土もありますけれど、清潔でですね肥料分の少ないことが条件になっています。そしてトレイです。この中で作業をします。そして鉢ですね。そして水がここに500ミリリットル入っています。これはですね、水揚げするときに使用します。そして空の瓶です。これはメネデール、植物活力素のメネデールです。そして発根促進剤のルートン、土入れ、カッター、割り箸、そしてハサミ、以上になります。それでは、枝を15センチほどに切って挿し穂を作りたいと思います。大体で、いいかと思います。くらいですかね。全部で6本の挿し穂が取れました。ここにですねまだ刃がついてますけれど、この刃はですね全部取っても大丈夫ですので、これは取ってしまいます。そしてですね、この枝を切るときに気をつけなければならないのが上下方向ですね。このように一番下の方の枝はですね、上下方向分からなくなってしまいますので、切るときにですね、この点注意してですね、切ってください。それでは、水揚げ用の溶液を作りたいと思います。普通にですね、水だけでもいいんですけれど、メネデールがあればですね、より発根率が良くなりますので、これを使った方がいいかと思います。それではですね、100倍の溶液を作りたいと思います。今ここに、1リットルのペットボトルの中に半分ほど500ミリリットルほどの水が入っています。100倍ということで5ミリリットルのメネデールですね、はい。このキャップ1杯がですね、10ミリリットルになりますので、この半分ですね、半分出ます。だいたい目安でですね、半分入れまして、はい、これで、100倍の溶液ができます。できました。はい、これをですね、水揚げ用の溶液にします。それでは次に、用土に差し込む方をですね、斜めにカットしていきます。これはですね、表面積を大きくして吸い上げしやすくするためです。はい、それではやっていきます。
これはですね、あえて歯を残しておきました。1本だけですね、歯を残しておきました。はい、このように6本の刺し穂ができました。そしてこのままですね、1時間から2時間、このままにしておきたいと思います。今そうですね、11時30分ですので、これから1時間か2時間ほどですね、このままにしておきます。メネデールの溶液につけて、ちょうど2時間経ちました。それではですね、実際に挿し木用の用土にですね、挿していきたいと思います。まず挿し木用の用土に水をかけて用土を湿らせます。はい、下からですね、水が出てきましたので、しっかりですね、湿っていると思います。はい、それではですね、1本ずつ刺していきたいと思います。用土に、穴を開けていきます。6本ありますので、6箇所にですね、穴を開けていきます。そして1本ずつですね、この発根促進剤のルートンですね、はい、これを切り口につけて刺していきます。刺し穂を植え終えましたので、今度はですね、先ほどのこのメネデールの溶液ですね、これを用土に入れて、そして、もう一度ここからここにですね、かけてやります。はい、この後はですね、土が乾いたらですね、水を与えます。そして明るい日陰でですね、管理していくようにします。今からですと、そうですね、2ヶ月ぐらい、3月の中旬から下旬頃にですね、しっかり発根してくれると思います。その時はまたですね、皆さんの方に報告をしたいと思います。